チャンネル始まりました。今回の企画は筑波の中身紹介。イエーイ。今まで筆箱とかバッグの中身を紹介してきたと思うんですけど、今回はいつも学校に持ってきているスクールバッグの中身を紹介したいと思います。もう少しで夏休みも終わるので、新学期に向けてよかったら参考にしてください。ガガです。早速紹介していきます。スタート。私のスクールバッグはこれです。アディダスです。この色に惹かれて買いました。可愛いね。そう、可愛い。めっちゃ大人っぽい、じゃあ中を紹介していきたいと思います。まずちっちゃいポケの方から。こっちにはすぐ取り出せるように日焼け止めが入ってます。1個だけここにポンって入ってます。ちっちゃい方はこれだけ入ってます。大きい方はいろいろ詰まってて、これファイルです。あ、見た見た。いつもはもっとパンパンなんですけど、ちょっと抜いてきました。次はルーズリーフ。これなんか5個色分けできてて、めっちゃ使いやすいです。どういうこと書いてるの？たまになんだけど、一日の授業のまとめとか家に帰ってやってます。次はノートです。ノートはシンプルな茶色いやつに100均とかで買ったシールを貼って使ってます。まだ何も書いてないんですけど。で、こっちは英語のノートです。自信があるページを見せてください。次は筆箱です。これは友達とお揃いで買いました。透明だから自然と中身をきれいにしようって思えるから、クリアなのを使ってます。次は女子力詰まってるポーチです。このポーチの中しか女子力ないんです。最低限は持っておこうと思ってて、この中にはハンドクリームとかマスクとかスプレーの日焼け止めとか。女子力。次は水筒です。この水筒はなんか大きすぎずちっちゃすぎず、ちょうどいいサイズだし、こう片手でカパって開けれるやつだから買いました。ちっちゃいノート、なんか最近買ったやつなんですけど、先生とかに引き用具持ってきてとか言われた時に、こういうちっちゃいノートを持っていけるようにスタヤで買いました。次はこれ本です。持ってる。星の王子様です。私全部読んでる。そして付箋。金色のバラなんですけど、一目惚れして買いました。紙とかよりこっちの方がなんか折れやすいかな。あ、折れにくいか、折れにくいかなって。これ歯磨きセットです。レピピの入れてます。これだけです。シンプルで可愛いものを選んでます。レイヤー。では次、私のスクールバッグを紹介します。私もアディダスのバッグを使ってて、まずこのちっちゃいポケットから、これはいつも腕時計で腕につけてるんですけど、今日は入れてきました。次、ウェットティッシュ。女子力。え、女子力っていうか、なんか持っとくと安心する。紙石鹸。ラベンダーの匂い。そんないい匂い。おすすめです。ルピカジェル。手をきれいにしたいのかわかんないんですけど、なんかそういう系が多いです。大きい方に行きます。ファイルはレピピの使ってます。なんか前スーちゃんとあのレピピの紹介した時に、これかわいいなと思って買いに来ました。ファイルで吹奏楽部の譜面が入ってて、とりあえず譜面です。ルーズリーフ。私はなんかもう閉じずに本当にルーズリーフのみ入れてて、はい、私のノートくんたちです。英語はこんな感じです。ローマ字はあまり書くの得意じゃないです。ローマ字？じゃあローマ字じゃなくてアルファベットだ。あのもう長年使いすぎて、レペティの字結構前。これは友達に誕生日プレゼントでもらいました。次はこれです。制服シートと他拭きシートのゴミを入れるやつ。これめっちゃいいですよ、スースーして。筆箱、あのプラスチック傘じゃなくなっちゃったんですよ。プラスチック傘？ドーナツプラスチックみたいな。次これです。これはリップとティッシュと絆創膏が入ってます。割り箸です。私の学校お弁当なので、お箸とか忘れた時に割り箸持ってます。次はメガネです。本当の音が入ってるメガネです。お似合う。ミニオンみたいって言われました、かけたら。あと金とゴムが入ってます。これはノートに使ってて、気分で使ってます。はい、次クーピー。ちっちゃいやつで、でも12色入ってます。本当はポケットに入れてるんですけど、ハンカチです。これも友達からもらいました。はい、こんな感じです。こっちゃんとか全然多いよ。荷物が多いんです。荷物少なくできないから。次は最低限のものを持ってくる。私絶対無理。それレイヤーということで紹介してきたんですけど、ゆうゆうの一番のお気に入りは
これです。ハンドクリームとかケアする感じのがいっぱい入ってるので好きです。みーちゃんのお気に入りはやっぱり必需品はメガネです。メガネは本当に絶対持ってます。もうすぐ夏休みが明けて新学期も始まると思うので、スクールバッグの中身参考にしてみてください。この動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。グダグダでごめんなさい。じゃあもうすぐ夏休みを明けて新学期が始まると思うので、私とめっちゃかわいい。